ムーランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。リレーフォーライフというがん撲滅チャリティーイベントに初めて参加したのは昨年の9月15、16に横浜山下公園で開催された時が初めてだったんですけど、今年はそのリレーフォーライフが神奈川県内で分散いたしまして、その1回目が6月22、23の両日、新横浜の日産フィールド小机で開催されました。いやいや、今回はちょうど梅雨の時期ということでずっとお天気が心配だったんですけど、予想を上回る台風4号の接近という事態になりまして、 2,3 日前からもう天気予報に釘付け状態でしたね。前日21日の準備はみんな黙々と雨の中でやりましたし、もう今回は絶対雨の中でやると覚悟を決めて寝たわけです。さあ7時半集合ですから5時起きですよ。え？なんと青空じゃないですか。この時ほど日頃の自分の行いが良かったんだと思ったことはなかったですね。で、関わった方全員がそう思ったと思うんですけどね。とにかく朝から気分爽快、天も味方してくれたと思うとやる気も倍増ってとこですよね。この日産フィールド小机はちゃんとした陸上競技場ですから、見渡すと実に広い。今回私はイベント企画係のどういうわけかリーダーでしたので、ご出演くださる方々に最初にご連絡するところからしたんですけど、当日の私はやはり司会と歌で参加しました。11時、何もなかったところにテントやキッチンカー、受付周りにはリレーフォーライフグッズなどがたくさん並び、活気あふれるイベント会場に大変身。がんサバイバーご家族の方々、出演者の方々、多くの人々が入場です。サバイバーは必ずサバイバーズフラップに手形を押すんですよ。私も押しました。今年は黄色で。その時に来年も押せるかななんて思いがほんの一瞬頭をかすめていくのが悔しいですね。サバイバーの宿命っていうか、ここだけの話ですけど。さあ、司会者ムーランさんのお仕事開始です。12時半、横浜市消防音楽隊の皆さんの演奏で開会式が始まりました。今年は特別ゲスト、日産マリノスのマリノスケくんと新横浜のカモネくんです。え？ステージに3人立ってますけど、ムーランさんはかぶりもんじゃないですからね。はい、サバイバーズラップ、手形を押した、サバイバーズフラップを持ってですね、広いグランドを一周します。ムーラン&リライフバンドからは会場係のリーダーをしているアンディさんのほか、去年に続きサバイバーのベースのペ君が参加してくれましたので、2人でリラバンのフラッグも持って歩きました。14時から本格的にステージが動き出しますよと言って、もまずムーランさんが歌ったんですけどね、リラ団の終わりにやっちゅうぐらい皆様に毎回聴いていただいている命のリレーという歌です。この日はカラオケでしたので楽器がないので、手持ちぶたさのぶさざぶさったはいごめんねぶさったのペ君とアンディがコーラスを、その横で
リラバンフラッグを作ってくれた白戸さんと、今回実行委員で一緒に頑張ったサバイバーの西野さんが思いっきりフラッグを振って応援してくれました。ステージ前で応援してくださった皆様、ありがとうございました。カンダンスファクトリーの皆さん、めっちゃ可愛かったですよ。いっぺんにステージが華やかになりましたね。親子口笛ユニット、ススキノノスのお父様とお姉さんと弟の3人の口笛は実に爽やかな音色。演奏中にひそひそと口笛吹いていましたけど、全然ならない。どうぞやってみてください。とかなんとか言ってる頃から、なんか雲行きが怪しくなってきたんですよ。半分以上今日は雨って思ってたんだから、このくらい何よと思っても、落ちてくる雨の憎らしいこと。ステージの真ん中にテントを立てることに決定。だって運んでくる方々はたまったもんじゃないですよね。でもやればできる。見事に立ったステージの上のテントの中で、エンエン&スカイさんの演奏開始。楽器は雨の中じゃ弾けないもんね。そんな雨の中いらしてくださった神奈川県の黒岩知事がグランドを一周してくださいました。この雨のため30分ぐらい時間が押してきちゃって、フォークダンス協会の方たちのダンス、レイトリー OYG バンドと戸川千鶴子さんのジャズ演奏。ちなみにこのバンドのドラマーは俳優の渡辺裕之さんです。まあこの辺りはね、ちょうどステージ進行も受け持っていましたムーランさんですから、もうバタ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 してまして、皆様の演奏をじっくり楽しむって境地にいられなかったことは非常に残念でしたね。まあ、ステージでいかなることが起きようと、グランドを歩いてくださる方々、中には走っていらっしゃる方もいらして、命のリレーは絶え間なく続いています。今回そのような方々を表彰しましょうということで、周回スタンプラリーという企画も立てました。閉会式に結果発表があるんですよ。さあ、だんだん暗くなってくると、会場は昼間の華やかさから幻想的な輝きの世界へと一変するんですよね。19時からの自由が丘ゴスペルクワイアの皆様のエンプティーテーブルは、会場の片隅からサバイバーズカラーの紫の光が空に向かって照らす中、ゴスペルの心地よい歌声もきっと光と一緒に、がんと戦って卒業された多くの方たちに届いていると思える光景でしたね。その後20時からは、乳がんのサバイバーの方を2人と、舌がんのサバイバーを1人をステージにお呼びしてサバイバーズトークをしました。リライフ活動を3年間してきて、その都度いつも思うのは、がんの体験談には一つとして同じお話はありません。一人一人皆さんすごいドラマがあって、一人一人それを乗り越えてきている、すっごい勇気があるんですよ。それでそのお話をしてくださる時に、また一人一人ご自分で気がつかなくてもすっごいパワーが出てるんです。リライフ活動をしていて本当にそう実感することが多くて、それを皆様にお伝えしたくてこの活動をしているって言ってもいいかもって感じですね。さあ、会場にはグランドの周り、ホープという文字が一晩中消えることなく、たくさんの方がルミナリエバッグに書かれた思いを語りかけていました。会場内はお水以外口にしてはいけないという規則なんですが、一歩会場を出るとそこにはキッチンカーが並んでいて、めっちゃ嬉しい。
昼間は忙しくてそこへ行く時間もありませんでしたけど、夜中近くやっとこの辺りでみんなで夜食、なんか学生時代に戻ったような不思議な楽しさ、多くの人々と夜眠らずに食べながら飲みながら語り合う、もはや年を考えると悔しいかな、体に悪そうですが、でもこんな非日常的な時間は頭と体には刺激になっていいなと思いましたね。とか言いながらも結局2時間ぐらい寝たらしき、目覚めはさすがにすっきりとは言い難かったですが、顔を洗い歯磨きして美味しい朝食の出来たてパンを頬張ったあたりがまた元気出ましたよ。めっちゃ楽しい朝の体操で心身ともに完全復活、2日目の朝は二俣川看護福祉高等学校の方たちの人命救助の方法や地元の年齢層はお高そうですがスーパーお元気な皆様のコーラスなどで盛り上がりました。そしてまたエムズチアダンスのお子さんたちのそれはそれは元気な可愛いチアダンス、なんて可愛いんでしょうね。今回、中学2年生の M ちゃんと小田さんとご一緒に司会をしたんですが、私と小田さんで、でも私たちもきっとあんなだったよねなんて後ろから頭はたかれそうなひそひそ話をしてたんですけどね。さて、いよいよ24時間イベントのラストを飾るのは地元小机の小机上司太鼓、素敵。近場からじっくり見せていただきましたが、女性男性大人も子供も太鼓を叩くのには関係ないですね。とにかく7人の皆さんがそれぞれご自分の太鼓と一心同体、全身がリズムの塊って感じで本当に素敵でした。何事も秀でた人を見るとこうなるまでにどれだけ練習したんだろうって思いますが、今回もつくづくそう思いました。12時閉会のご挨拶をいただき、リレーフォーライフジャパン2013新横浜は無事終了いたしました。この時が来ることをどれだけ夢見て実行委員のみんなが頑張ってきたことか。この2日間ステージを盛り上げてくださった出演者の皆様、啓発テントで絵本の読み聞かせやがん治療とお金のお話、肺がんについてのお話などご講演くださった先生方、当日さまざまなところでお手伝いくださった多くのボランティアの皆様、キッチンカーや手作りろうそく、乳がんしこり体験や肺年齢診断、それからチーム参加をしてくださった皆さんなどなどなど、とても言葉では言い尽くせませんが、一つの大きなイベントをゼロから作り出すという今までしたことのない経験をさせていただいて、誰にも言われませんがきっと私の顔つきもキリリと引き締まったのではないかと、そのぐらい私には大変な作業もありましたが、パソコンのスキルは確実に上がりましたし、お堅い系の文章も書けるようにで、要するに、やっと現代人の普通レベルに達したというわけですから、聞かなかったことにしてください。はい、ということで、新横浜リレーフォーライフのご報告は終わりますが、ご報告している暇もなくですね、9月21、22の土日は横浜山下公園で、10月5日、6日の土日はみなとみらいの臨港パークでそれぞれリレーフォーライフが開催されます。また私は司会と歌で山下公園はリライフバンドとして出ますから、ぜひ皆さん応援しに来てくださいね。リライフ談話室はちょうど3年前の7月1日に始まりました。
アンディさんと絶対3年は続けましょうという約束をしっかり達成いたしまして、今年4年目に入ります。石の上にも3年、さらに4年になったら一体どんなことができるでしょうね。楽しみです。リライフ談話室、脚本パーソナリティはムーラ、制作編集はアンディでした。